9時依存奏の戦いとは、第1次世界大戦中のイタリア戦線で、イタリアとオーストリアの間で発生した戦い。9度目の攻勢も、また、第8時と同じく第7時依存奏を継続する形で行われた。3度の短期構成はいずれも数日間の戦闘であったが、両軍が出した戦死者数は決して、今までの構成と見劣りするものではなかった。 イタリア側は7万5千人、オーストリア・ハンガリー側は6万3千人の戦勝者に苦しんだ。戦いにおいて、オーストリア・ハンガリー軍は常にアルプス山脈という天然の要塞線に大きな有利を得て、それらを山岳戦で奪わねばならないイタリア陸軍を苦しめた。一方でこうした果てしない山岳戦を経て、五立や占領に成功すると、 ルイージ・カドルナ参謀総長は消耗戦の有効性を確信してその傾向を深めていった。消耗戦は人的資源に劣るオーストリア・ハンガリー軍の西部方面軍に少しずつ、しかし確実に後退を強いていった。苦戦が明らかになるにつれて、オーストリア・ハンガリー軍は再三にわたってドイツ軍に助けを求めたが、東部戦線と、 西部戦線を抱えるドイツにその余裕はなかった。東部戦線でもロシア軍に大敗を喫し、イソンゾ側でも戦線崩壊の危機に陥った、オーストリア・ハンガリーが戦争からの離脱を匂わせると、ようやくドイツ軍は重い腰を上げて援軍を派遣した。イタリアは長い冬の間に戦力を温存して10度目、11度目の攻勢で戦線を突破し始めるが、 12度目の攻勢の時に参戦したドイツ軍によって大きな苦難を強いられることになる。ありがとうございます。